柴田が語る本当に嫌いな YouTuber の正体。柴田さん、38歳は YouTube チャンネルで嫌いな YouTuber を明かしました。彼はテンチムとトミックを挙げ、テンチムについては生き方がかっこ悪いとし、トミックについては飲食店へのリスペクトがないと批判しました。みんなの反応。最近 YouTube に飽きてネトフリのドラマばかり見てる。ネトフリの完成度が素晴らしいって気づいたよ。芸能人がプロのスタッフと一緒に YouTube に参入したら、一般人は見向きもされなくなるよね。子供向けのいたずら動画とかはすぐ飽きられるし、名前を見なくなったグループも多い。でも職人が何かを作るとか、ニッチな YouTuber は生き残ると思うよ。柴田ごめん、昔はよく見てたけどつまらなくなって登録解除した。久々に見たら再生回数が激減してて、自分の感覚は正しかったと安心した。メグウィンの再生回数が落ちた時のことを思い出して、まさに明日は我が身だなと思ったよ。柴田さんの意見に賛成です。トミックのチャンネルは知らなかったけど、テンチムは過去の出来事や子供のことを美化しているように見えます。自分の行いを棚に上げて子供を利用して再生数を稼ぐのは人の親としてどうかと思います。頭が良いなら最初から人を騙して金儲けなんかしないでほしいですね。柴田の破天荒なヒールキャラが面白かったけど、常識人になっちゃうと視聴者が離れちゃうんだよね。再生数が落ちてるのは寂しいな。 YouTuber よりも趣味でアウトドアとかをアップしてる人の方が面白い。 YouTuber は再生数重視だけど、趣味の人は自分のやりたいことを優先してるから楽しい。トミックさんの動画は評価の低いお店の方が再生数が多くなるから、そういう動画が増えてる感じ。柴田さんも悪口の方が再生数取れるのと同じで、ネガティブな話題の方がバズりやすいんだよね。自分も成功ニュースより失敗ニュースを見ちゃうし。トミックは魚さばきが下手で命を粗末にしてる感じが嫌だった。気まぐれクックの介護官になったからグルメに行ったんだろうね。トミックの料理動画は食材へのリスペクトが感じられず、雑で乱暴な魚さばきが不快だった。気まぐれクックと比べると劣っている。最近スタイルを変えたらしいが、根本的な部分は変わらないと思う。柴田の方がまだマシ。この3人、テンチムさん、トミックさん、柴田さんの動画見てたけど、トミックさんは普通の感覚で好感持てるよね。テンチムさんと柴田さんは楽して稼いできた感じで、もう抜けられないんだろうなって思う。特にテンチムさん、普通の仕事は無理そう。昔はもてはやされてたけど、今はこういう人にはなりたくないって思う人が多いんじゃないかな。トミックさんの動画見たけど、サムネで煽ってる割に小声で悪口言ってて、食べ方も美味しくなさそうで気分悪くて見続けられなかった。テンチムはああいう人だし、子供を可愛がってるならいいんじゃない。柴田さんの母親像が厳しいだけだよ。トミックが食材を雑に扱うようになってから見なくなった。その YouTuber の名前は知ってたけど、チャンネルは見たことなかった。イメージ通りで笑える。トミックさんのチャンネルって撮影許可取ってるのかな。お店側も結構ボロクソ言われてるし、 YouTube って撮影許可いらないのかなって思ってた。感想は人それぞれだけど、観光地や付加価値がつくお店もあるし、影響が大きいとお店が潰れないか心配。外国人になりすます動画は娘つまみっぽいよね。 YouTube は結局テレビの芸人さんの動画を見ちゃう。プロの方が面白いからね。柴田はパチンコで稼ぎ、家族ができてから動画の切れ味が落ちた気がする。柴田、ライジンで八百長しなければテレビもあったのに、格闘界から追放されてイメージも悪化、スポンサーもつかない。柴田は遠くから見る分には問題ないけど、近づくと痛い目に遭うから注意。トミックのアメ横の動画までは良かったけど、今の食レポは上から目線で批判ばかりで嫌だな。 YouTuber の精神力ってすごいよね。ブーメランで自分に返ってくるの分かってても発信するなんて、炎上系の宿命かな。まさに人の振り見て我が振り直せって感じ。柴田は一時見てたけど、今は見る理由がない。悪口しかないし、芸がないからね。和田アキ子は歌が本業だけど、柴田はそれもない。柴田はライジンで久保優太と対戦した時、テンチムがラウンドガールで出るから1Rは流そうと持ちかけて裏切った話は有名だよね。柴田さんとしんちゃん、昔は仲良くコラボしてたけど、絶縁したのはどっちなんだろうね。どいつもこいつも YouTuber ってよく他人に興味持てるよね。共栄心とか承認欲求とか、周り見てもキリがないのに。自分の人生そんなに粗末にしていいの。柴田の動画を何度か見たけど、似たような感じだと思った。 YouTuber はまあ人受けを狙う必要ないよ。好きなことをやって
それを好きな人が見ればいい。つまらなければ再生されないだけ。この人、悪口ばかりで情けない。若く見えないし、虚しくならないのかな。他人の悪口を平気で言う人が嫌い。心に留めておけばいいのに。芸人の動画ばかり見てて、柴田も少し見たけど素人のは面白くない。みんなの反応としては、柴田さんの批判に賛同する意見が多いです。少数意見としては、天チムさんを擁護する声もあります。当チャンネルの意見として、柴田さんの発言は一部の視聴者に共感を呼ぶ一方で、彼自身の再生回数の減少が示すように、視聴者の興味が変わりつつあることも感じます。